五庭番は、江戸時代の第八代将軍、徳川吉宗が設けた幕府の役職。将軍から直接の命令を受けて秘密裏に、諜報活動を行った恩密を指した。諜報活動といえど、実際には時々命令を受けて、江戸市中の情報を将軍に報告したり、身分を隠して地方に赴き情勢を視察していた、程度だと言われている。実態としては、 大木付や目付を補う将軍寺家族の観察官に相当する職であることが伺えるが、一般には、いわゆる患者や忍者の類だったとする五庭番像が広まっており、時代劇や時代小説などでは、そのような描写が数多くなされている。五庭番は、江戸幕府の職政では多くに属する男性の職員、広し式役人の一つで、若年寄りの支配だった。彼らは、 江戸城本丸に位置する庭に設けられた小庭番所に、詰め奥向きの警備を表向きの職務としていた。時に、将軍の側近である小川御用取次から命令を受け、情報収集活動を行って、将軍直通の貴重な情報源となった。また、日常的に大名、幕臣や江戸市中を観察し、異常があれば報告するよう定められていたと言われる。 庭の番の名目で五点に近づくことができたので、報告にあたっては、おまみ以下の御家人身分であっても将軍に直接目通りすることもあり、身分は低くても将軍自身の意思を受けて行動する特殊な立場にあった。その特殊な任務のために功績を挙げて出世する機会に恵まれ、中には幕末に初代新潟奉行、長崎奉行を歴任した河村幼なり、環状奉行、 外国奉行を歴任し、日米修行通商条約批准のため、施設福祉としてアメリカに渡った村垣則政のような人物もいる。小庭版の前身は、吉宗が将軍就任前に藩主を務めていた奇襲藩、お抱えの薬込み役と呼ばれる役人たちで、奇襲藩でも奥向きの警備を表向きの職務とし、藩主の命を受けて情報収集を行っていたと言われる。 吉宗が将軍に就任したとき、薬込み役のうち十数人の者たちが吉宗に随行して江戸に移り、幕臣に編入されて御庭番となった。紀州藩の薬込み役は全体で数十人おり、その中から幕臣に編入されたのは十、数人だけだったが、これは臨番で江戸に随行した者を任命しただけで、特に選抜して連れてきたというわけではない。 吉宗が御庭番を新設した理由としては、家康以来幕府に仕えてきた伊賀者や高賀者が忍者としての機能を失い、官庁として使い物にならなくなったことや、傍流の奇襲家から将軍家を継いだ吉宗が代々自分の家に仕えてきて、信頼のおけるものを官庁に用いようとしたことが理由として挙げられる。また、幕府の公式の観察官だった大木付けが、 後代には伝令を主たる職務とする儀礼官になったこともあり、将軍自家族の観察能力が境外化したため、これを補って将軍権力を強化する意味合いもあった。吉宗の時、奇襲藩で薬込み役と呼ばれていた、隠密任務についていた者を幕府に編入し、最終的に十七名を初代の五庭番に任命した。以後の御庭番はこの子孫十七家の世襲からなり、 さらに文家旧屋が生まれて、合計26家となり、歴史の中で4、家が解任され、幕末には22家が残った。彼らは、世襲によってまかなわれる五庭版の家筋としての団結を保ち、五庭版の職務を共同していっていた。五庭版の家筋の初家は、当初はすべてが、下級の御家人だったが、幕末までに大半の家が、 下級の旗本にまで上昇した。御庭番出身の者が出世すれば、当然に警戒の職務である御庭番からは離れることになるが、その子が新たに幕府に出資するときは御庭番となるのが定めで、旗本に出世した御庭番の子は、旗本格の御庭番になった。彼らは当時の武漢に御庭番として収録されており、官庁でありながら、氏名 住居は元より収入や経歴に至るまで公開されていた。五庭版が幕臣としての身分を隠し、縁国に実情を調査に出かける旅行のことを縁国御用という。前述したように彼らは一般に言われるような華々しい官庁、行動は取らなかったようだが、それでもしばしば命ぜられる縁国御用は重要な任務だった。五庭番に関しては将軍の命を受けて、 すぐに、幕府御用達五福店に赴き、秘密の部屋で変装して家族にも告げず、直ちに出発するといった記述をよく見かけるが、五庭番自身の談話や彼らの書き残した記録、幕府に残る公的記録からは、これが伝説に過ぎないことが見て取れる。実際には、情報収集の命令を受けた五庭番は、出発前に一度自宅に戻って綿密に準備していた。 彼らは、幕臣として出世後に五庭番の職務を離れた、長老までも含めた、五庭番家筋の間で相互に親密に連絡を、取り合っており、命を受けた五庭番は、家筋の長老をはじめとする先輩五庭番たちに、調査内容について相談していた。それでも表向きには、五庭番たちは、他人は元より親兄弟といえども職務上の秘密を、 漏らさない胸の精子を就任時に提出していた。また、江戸で事前の調査を行い、予備知識を蓄えてから出発した。調査報告にあたっても報告は書面で認め、先輩後には番たちの公閲を経てから報告が行われた。隠密調査中は、公式には病欠扱いとされていたようである。報告書上の予定は、加盟直後に出発して、 帰着直後に復命したという形式を取ったが、実際には、事前の準備と事後の報告書作成のため、前後数日間の在宅期間が存在していた。これは、脇目も振らず、職務に邁進したという建前を取る必要があったことと、日割りで出張手当が支給されたことによると、考えられる。遠国御用の旅に立ち寄ることになる京都、大阪には、 毎回御用を命ぜられた御庭番が立ち寄る御用達町人が御庭番の隠密調査を支援するための一種の現地スタッフとして配置されており、御庭番は初めての御用でも彼らの助けを得て無事に任務を果たすことができた。一般には、いわゆる患者や忍者の類だったとする御庭番像が広まっており、時代劇や時代小説などでそのような描写が数多くなされている。 ありがとうございます。